ジェームズ・クレイトン・ラッセルは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。2021年現在は、メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットン・ファーマーズ所属。父は、1989年にアメリカンリーグ最多セーブを記録し、通算186セーブを挙げたジェフ・ラッセル。テキサス大学オースティン校出身。 2007年の MLB ドラフト14巡目でシカゴカブスから指名されプロ入り2010年4月5日のアトランタブレーブス戦で3番手として登板しメジャーデビューを果たした2012年はチーム2位の77試合に登板しキャリア初セーブも記録した2014年7月31日にビクター・カラティーニとのトレードでエミリオ・ボニファシオと共に ブレーブスへ移籍した。2015年3月29日に自由契約となった。2015年4月8日にカブスとマイナー契約を結んだ。5月5日にメジャー契約となりアクティブロースター入りした。9月1日にディーフとなった後、3日に参加のトリプル a 級アイオワカブスへ配属された。10月6日に FA となった。 2015年11月12日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2016年4月2日にメジャー契約を結んで開幕ロースター入りしたが20日にリーフとなった4月22日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された以降 シーズン終了まで、トリプル A 級リーハイバレーでプレーした。10月6日に FA となった。2017年2月15日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、開幕前に自由契約となり、独立リーグアメリカンアソシエーションのテキサス、エアーホックスと契約。 7月9日にメキシカンリーグのユカタンライオンズへ移籍した。2018年1月24日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。5月8日に解雇となる。オフはメキシコのウィンターリーグに参加。2019年4月4日にメキシカンリーグのティフアナ、ブルズと契約。2021年3月23日にトレードでラグナユニオンコットンファーマーズに移籍。 80から84マイルパーアワーのスライダーを中心に88から92マイルパーアワーのフォーシーム88から90マイルパーアワーのツーシーム80から84マイルパーアワーのチェンジアップ86から89マイルパーアワーのカッター72から75マイルパーアワーのカーブを投げる左打者には スライダーとフォーシーム中心の組み立てをし、右打者には、ツーシーム、カッター、チェンジアップを投げる割合が増える。ありがとうございます。